グッチさんです。 The グッチさんチャンネル。こんにちは、グッチさんです。今日もキャンプしております。いい天気。今日ですね、 DOD ソロソウルボーボーでやっております。今日は本当はバンド君のソロベース EX でねやろうかなと思ってたんですよ。ただ私グッチさん、最近ちょっと慢性的な腰痛が続いておりまして、なるべく中腰にならないようにするために今日はこっちに帰りました。いやー、1週間以上腰痛がねずっと続いてるんですよ。で、腰痛ならまだしも、今度ね昨日肩も痛み出して完全に体ボロボロです。やばい。さあ、中久々の夏仕様という感じでやっています。僕の、ソロソウルウォーウォーのスタイルとして、手前のこっち側にラックやらテーブルを置いてやっていくんですね。で、まあこっち側に、まあゴミ捨てる時とか、まあ本当にほぼ使わないものをこちら側に置いてるって感じです。久々です。こんにちは。今年もお世話になります、扇風機さん。この扇風機すごくお気に入りなんですよ。扇風機ってやっぱりちょっと程度の大きいものになってくると、もう充電タイプってなかなかないので、モバイルバッテリーだったりとか、そういうなんていうの、大きいやつね持ってかなきゃいけないんですけど、こいつは充電式です。で、もっと嬉しいのがこいつ、こうやって背がね伸びるんですよ。もっと伸びます。ほら、これすごくないですか。そう、これ伸びるんで、すごくね、いいですよ。で、今中くらいで、これマックスですけど全然涼しいです。1人2人だったら本当にこれぐらいで十分なんで、今年もお世話になります。いや、涼しい。さあ、次こちらですね、テントなんですけども、おっとっとっと、危ない、一回閉めといて、よし。私今年のね2月か3月ぐらいにアルパインの、なんていうの、ポップアップテントをね買ったんですよ。このポップアップテントが上にアウターでなんかソロベースみたいな、バンド君のソロベースみたいな感じの雰囲気になるんですけど、まあいつ使おうかなと思って、で他のキャンパーさんからですね情報をいただきまして、このソロソウルウォーとこのアルパインのテントがすごく組み合わせがいいということで、なんか普通のいつも使ってるミニテントであると、やっぱり空気を一回ほぼシャットアウトした状態にするんで、まあなんだろう、ちょっと暑かったりするわけですよ。冬はいいんですけど、で夏どうしようなと思って、買ったままほぼ使わない状態が続いてたんですよ。で最近キャンパーさんから教えていただきまして、すごくこれいい案だなと思って、僕もと真似していこうかなということで、本当にキャンパーさんありがとうございます。心地よさそうです。これなら夏使っていけそうですね。買っといてよかった。よっしゃ。ってことで、ぼちぼちと、危ない。そう、最近ね僕またちょっとしたもので買ったのが、ソートさんのスライドガスマッチ。僕ねキャプテンスタックの似たようなやつ持ってるんですよ。ただ買った後に気づいたんですけど、僕よくこのカセットガス CB のね CB 缶をよく使うわけですよ。タフマルジュニアとかで調理したりもするんで、で OD
はね、ほぼ使わないもんでして、CB をメインと使ってる僕としては、ガスで補填できるのめちゃめちゃありがたいわけですよ。で、まさかのキャプテンスタックが、違う、ガス管の補充が発覚して、これ完全に僕が悪いんですけど、なんかそれはそれでね、一応取っといて、お家だったりとか、なんか、そういった用途で、今メインで使っているんですけど、今回、外さんのやつ買いました。カセットガスで補填ができるということで、1500円ぐらいでしたね、これは。本当に火がつけれれば、それでいいなと思ったのですごくありがたいです。こうやってね、伸びるんで、見えるかな、普通にライター感覚で、風が強いと消えちゃうんですけど、まあ、火がつけれればいいやっていう感じなので、すごく個人的には、良かったなっていう、大切にしていきたいと思います。さあ、一通りいつも30分で終わらせるんですけど、今日は腰痛をねカバーするために、本当にゆっくりゆっくりやって、1時間ぐらいかけて設営が終わりました。マジで腰痛い、でも本当に心地いい。本当にね、ウォーウォーは僕にとってはベストなテントなので本当にありがたいですわ。最近ね、面白いものを買ったんですよ。これスターバックスからですね、缶コーヒーが出ました。アマゾン限定なんですけども、今回サントリーさんとねコラボということで、アマゾンで、6缶で810円だったかな確か、販売されてまして、これ冷たい専用商品ですね。冷やして飲むっていうのがメインのやつですけど、本当飲みやすいですよ。なんか缶コーヒーって美味しくないじゃんみたいなっていう人がたまにいるんですけど、缶コーヒーは缶コーヒーっていうドリンクなんですよ。すごく皆さん勘違いされてるんですけど、これ僕の個人的な考えですけど、例えばラーメンって、普通のお店で食べるラーメンとカップ麺ってまたそれぞれの方法と美味しさってあるじゃないですか。普通のラーメンってお店に行かないと売ってないですし、でもカップ麺ってお湯さえあればどこでも食べれるわけですよ。こう缶コーヒーもね一緒なんですよ。普通に入れたてのコーヒーも美味しいですし、でも缶コーヒーって普通に自販機さえ見つければ大体売ってるじゃないですか。缶コーヒーってどこでも飲める。なんなら買ってそのまま、スーパーとかでね、ああいうセットで売ってるやつ買ってどこでも飲めるじゃないですか。保存もできますし、これ約1年ぐらい保存ができるという賞味期限になってるんで、だから缶コーヒー美味しくないっていう、風に考えている方いると思うんですけど、缶コーヒーは缶コーヒーっていうドリンクなんです。これ勘違いしないでください。だから僕は缶コーヒーね好きなんですよ。もう日がねなかなかまだまだ緩まないので、ちょっと日陰で冷たいものを食べます。もう枝豆冷ややっこ最高のパートナーです。いただきます。よいしょ、これですよ。いや最高にうまいわ。うまい。差し合わせだわ。うまっ。これね、豆腐。100
100円か120円ぐらいだったかな。もう切ってあるやつなんですけど、69円で売ってました。あぶね。うん、嬉しい。いや、嬉しいね、豆腐。聞いた？今の爽やかすぎるわ。ほうほけきょ、ほうほけきょ、いいね、もう最高。 BGM もタダでつけてくれました。うん、文句なし、いいね、文句なし。日が沈んだらちょいと焚き火を準備してまた考えます。とりあえずね、この時間が一番ね、最高に幸せ。